さあ、ということでですね、ここから2本目の動画になります。1本目の方で出題させていただいた権利関係の問題の続きはありますけれども、少し難易度上がると思います。ここに関してもですね、理由も含めてしっかりとですね、合っていたかどうか確認していっていただければと思います。それでは早速いきましょう。問題です。A が所有する公建物を B に対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定において答えを。A、B 間で公正証書等の書面または電磁的記録によって、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付または B の承諾を得て電磁的方法により提供してあらかじめ B に説明すれば、期間満了前に A が B に改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。さあ、どうでしょうか。はい、問題文長いんですけど、状況が理解できればそんなに難しくないと思います。さあ、いきますよ。答えは×です。これサロン正解率 95% です。これ超重要な問題です。期間が1年以上の定期建物賃貸借契約をするとですね、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に対する通知をしなければ契約終了しないんです。これ必ず覚えておいてください。実務でトラブルになります。これはね、実務だと覚えておくのはすごく面倒くさいんですよ。なので、こういう面倒なですね、手続きが増えるので、あんまり定期建物賃貸借契約扱いたくないという不動産屋さんが実際は結構多いです。ちなみにこれに反する特約をしても無効になりますので、ご注意ください。なので私は1年以上の定期建物賃貸借契約、あまり実務ではね、やらないようにしましたね。それよりも短いやつでやってもらってました。そうしないと、いちいち通知を出さなければいけないっていうことが発生するので、めんどくさいので、大家さんも忘れちゃう、管理会社も忘れちゃうってなると、結局定期建物賃貸借契約を結んでてもですね、決められた期間にすぐに出てってもらうってことができなくなっちゃいますんで、まあ、非常に面倒なことになりますんで、ご注意ください。続いていきますよ。区分所有法に関する問題です。共用部分の変更、括弧その形状または公用の著しい変更を伴わないものを除くは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。さあ、どうでしょうか。まあ、この辺はですね、マンション管理士の試験なんかにもよく出る選択肢なんですけども、はい、答えいきますよ。答えは、はい、×です。これ正解率 78% でした。覚えればですね、これ1点取れますので、絶対に捨てないでください。区分所有法はですね、もう覚えるだけっていう知識が非常に多いので、必ずここは得点源になり得る場所なので、絶対に捨てないでください。で、規約で減らせるのは、区分所有者の定数についてのみです。共用部分の変更、括弧その形状、または公用の著しい変更を伴わないものを除くというのは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減らせます。議決権が減らせませんということですね。ここ扱いが違いますので、必ず分けて覚えておいてください。ここに関してはもう今試験もう直前なんで、もう丸覚えでも覚えておけばですね、この選択肢出れば1点取れますので、必ず覚えておいてください。さあ、最後ですね、不動産登記法いきますよ。抵当権の接見の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と合わせてそのものの承諾情報を添付しなければ当該本登記を申請することができない。さあ、どうでしょうか。これ非常に重要な問題でございます。仮登記に関するご質問がですね、サロンの中でもすごく多かったんです。ここですね、必ず覚えておいてほしいんですが、答えは×です。これ正解率 73% でした。これポイントはですね、まず何の登記か必ずチェックしてください。これ間違える人非常に多いです。ここですね、抵当権の設定の仮登記の話をしております。これ知ってる知識にですね、絶対飛びつかないでください。これ所有権の仮登記のことを結構覚えてる人多いんで、所有権の仮登記を本登記にする場合には、登記上のですね、利害関係を有する第三者の承諾が必要ですが、抵当権の仮登記についてはですね、利害関係者の承諾情報はね、不要なんでございます。ここに関してもですね、覚えておけば1点取れる可能性がある知識になりますので、必ず覚えておいてください。所有権と抵当権で仮登記の扱い違う部分がありますので、ここに関してですね、引っ掛けられないようにご注意ください。以上でございます。ということでですね、今日いっぱい問題出させていただきましたけども、どれもですね、覚えておけばある程度1点取れるぐらいの知識が多いので、今回ですね、やっていただいた方、ぜひこれを覚えておいていただければと思います。最後まで頑張りましょう。ということで、また明日。